はい、どうも待望です。ということで、龍が如くセブン続きの方やっていきたいと思います。いや、もう面白すぎて、ストーリーが面白すぎてさ、いや、だって前回だっけ、立て続けに動画撮ってるんで覚えてないんですけど、キリュウが出てきたからね。いや、マジほんと超嬉しかった。また出てくんのかな、とりあえず今回なんですけども、第13章コインロッカーベイビー、演説中のクメに会うため陣内駅に行くということで、これからね、クメが陣内駅で演説を行うので、まあ、春日も車で行ったらバレるから、こっそり近づいてクメに接触するということですね。じゃあ行きましょう。お、人が多いぞ。やってるわね。久米陣営に気づかれないように近づこう。そんでマスコミの前でいきなり握手して捕まえる。そうすりゃ今度こそ逃げようがねえさ。その後はどうする？昨日の和解をしようってことで、奴を選挙カーの中に引き込めばこっちのもんさ。でも気をつけろ、俺たちずっと監視されてんだぞ。来たー、めっちゃいいんじゃん。え、まとめてやる気？いいのかお前ら。この人は久米と同じ候補者だぞ。そんな人に手を挙げた日には久米も評判落とすんじゃねえのか。残念ながら俺らは久米陣営でもなけりゃ神奈川2区の住民でもないんや。どこをどう探ったって久米とのつながりは見つからへんで。なるほど、よく考えてんな。早くしないとまたクメに逃げられるわよ。アースランでもすぐに楽にしたるわ。今日こそきっちり息の根止めたるで。もう3回目なんですけどね、彼と戦うのは。一番多く戦ってんだろう、このストーリーの中で。もうこれで最後にしたいんだから、まあ、すぐ終わりますよ。ハンジュンギのディバインショット、そしてエリちゃんのダーツエアレイド。全体攻撃は楽、人が多いときは。そしてナンバの熱気監獄の極み。まあ、ここで MP 使うのはもったいないんですけど、まあ、ボスと戦うわけではないんで全然使っちゃってもいいかな。うわー、残りは一人。あ、まだ生き残ってるが。エリ、行け。ナイス。相手に一回も攻撃させなかったからな。で、この公の場で。まだ久米は俺らに気づいてねえ。いや、結構久米の近くで戦ったけど気づいてるんじゃね。ブスメリちゃん。ボラゴ、何とぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。何とぞよろよう、よろ。春日だ、春日候補が来てるぞ。カメラ回せ、論戦だ。昨日の論戦の続きですか、春日候補。いや、昨日は久米さんの上げ足を取ってすまねえと思ってな。今日は和解をしに来たんだ。和解の必要なの？マスコミの目がある前じゃなんですから、二人っきりで話しましょうか。うん、それがいいですね。じゃ、久米さんの選挙か、お邪魔しますね。はいはい、こっから先はちょっと勘弁してくださいね。春日さん、どうした？どうしたの？星野会長の命が狙われています。何？今日清流会に襲撃があると小見汁へ闇情報が入ったんです。的は星野会長、その日も清流会に異変があるようだと言っています。会長がこんな時に。久米も青木亮も今は後回しにするべきかと。また来るぜ。
じゃあな。清流会でトラブルだ。急ぎらしい。え？おい、なんだよ。クメはもういいのかよ。誰に狙われてんだろう。まあ青木亮陣営としか思えんよな。でも清流会には高部がいるよな。高部でも手に負えない連中。黒いバン、やべやべ、いけ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 。やべえ、高部がいる。高部の頭、しかも左胸撃たれた。撃たれたのか。近江連合だ。銃を持ったのが一人、他に約10人。親父とこに向かった。親父が会長の部屋増えたな。頼む、急いでくれ。おおお、来よったの、カズが。近江連合会長は？そこでもうちょい待っとき。まだお掃除が済んどらんのや。なんだと？てめえら、ざけんじゃねえ！すぐ片付けてやる。まあ、いつもの攻撃の流れ、だいたいね、この攻撃ディバインショットから始まって全体攻撃、その後エリちゃんのダーツエアレイドで、うまくいけばね、だいたいナンバのあたりで終わるんだけど、終わんない場合は春日の全体攻撃でもいいんだけど、残り2人か。1人はよし、残すは1人。スタンスマッシュ、いけ、誰かいけ。しびれて動けない。バトルアリーナの成果だぜ。大丈夫か会長さん。うわ、もう殺されてた。しかも沢城、お前か。沢城の遅えよ、一遅かったが。あんたが会長？お前はいつだって遅えんだ。使いに行かせても、しのぎに行かせても。なんで星野会長を？偉人さんにはこれがとどめになる。清流会トップのこのじいさんがこのグレーゾーンのブレーンで、偉人町にとっての支えだったからな。あとはほっといても勝手に崩れ落ちる。若はそうお考えだ。若もあんたも何を怖がってんだ。今さら星野会長を消さなくったって、あんたらはもう勝ったも同然だったろ。飛ぶ鳥を落とすって青木亮が何だって今さらこんなことを。お前のせいだと言ったらどうする。何？一番、お、なんてな。え、びっくりした。この選挙区は若にとってどれだけ大事なのか、お前も知ってるはずだ。
なのに殺しの前科持ちのくせに衆院選に立候補なんだ。悪ふざけにも程がある。バカはお前が目障りなんだよ。俺が当選するのが怖いとでも。冗談よな。万に一つもねえだろ。じゃあなんで星野会長を襲った？我がはな、万に一つもねえもんでも目障りなもんは許せねえんだ。だったら俺を殺せばいいでしょう。そうできりゃしたさ。だがお前は随分人目を引いてくれた。今殺しの的にするにはタイミングが悪すぎだ。だから代わりに会長を？ああ、お前の後ろ盾は偉人さんの連中だけだ。今お前に手を出せない以上、やれることで最も効果がある選択をしたまでさ。若は何かをやるとき裏から手回さずにはいられねえのか。絶対負けねえように保険かけずにはいられねえのか。いつからそんなになっちまったんだよ。俺はあんたらには取るに足らねえゴミみてえなもんだろ。なのになんでそこまでやる必要があんだよ。どうなってんだあんたら。くぅ、今度こそ倒してやりて。あの奴さんを殺したのもあんたなのか。さあな、もうどうでもいいだろ、そんなことは。どうでもいいだと。さらしろ。おお、ここで沢城とバトルか。え、何それ。うざ。あ、日本刀。白黒つけようぜ。つけるか。くそ、なんか持ち出しやがって。なに、恐れることはねえさ。だってお前前回戦った時勝てたんだろ。そうだけど、多分勝てたのは運が良かったからだ。それか向こうが手を抜いてたんだろ。それに沢城の頭は武器を操らせたら最強なんだ。刀なんて得意中の得意だぜ。なるほど。いずれにしてもこの戦いはきつそうってことか。いやいやいや、マジマもサイジマも倒してっから、今さら沢城だなんて。やばそうな気配がしたら。了解。なんなんなん、全然怖くないよ。俺らはもっと怖いのと戦ってっから。暗殺客の極み、ちょっとこれ使ってみるか。おう、これはどう、効く？足だけだけど1053、いいね。ちょっとなんか状態異常にさせるか。マジカルシルクハット、確率で熱気やらで風毒状態にいずれかにする。ならない。気絶状態にできるかな。いやでもボス相手にはなかなか気絶状態にはならんか。なんか来るよ。おお、ナンバーが出血状態になったけど、札束ビンタ急刻。何これ、不思議なルーレットを回しボールが入った場所の効果を発動させる。なんだこれ、大迷惑ディーラーの極み。ちょっとこれやってみようかな。エリちゃんかわいい。何が来る？なんだこれ、敵全体に謎の痛みが。え？どういうこと？お、お、やった！日本刀マップタス。
え？次はこれだな。おいおいおい、それ会長のだろ。会長の杖だろ。なんだあの妙な技は。あれは西洋の杖術だ。想像してたよりも段違い。西洋の杖術。想像？なんでそんなの知ってんだ。俺最初に傘を持って戦っていたろ。あれはな、拾った古本に載ってた武術の影響だ。あれと今頭がやったのが同じ武術なのか。まあ俺のはさておき、さっきの沢城の動きを見てその本に書いてあったことが理解できたよ。本物ってことか。頭はどんだけの武術を身につけてんだ。それをこれから解くと味わうんじゃないかね。あっと、聞いたね。追い打ち。おい、エリちゃん。てめえ、うちのエリちゃんによくもここでサテライトレーザー出す。出さなくても勝てるけど、ちょっとやってみるか。衛星を呼ぶぜ。まあ、この建物ごと消えるけどな。ド派手にぶちかませ。ぶちかませ。建物どころじゃねえわな。うわあ。1256。衛星で生き残ったやつ。お、なんかうまい。うまいなあ。ラッキーパンチ669、結構効く。ステッキバリア、なんだそれは。あ、気絶した。わかんない攻撃今の。なになに。あ、それがバリアか。うわー、妨害された。また追い打ちが来る。うわ、第三形態来た。これも真っ二つ。さあ次は何しに来る。お、さっきのやつ折れたやつで。いや、それ血出るだろ。あ、二刀流。様子がおかしい。そうね、折れた刃物を直に握ってるしね。普通だったら血出るよね。構えにも聞き迫るものがあるな。いよいよ頭の本気中の本気ってことだな。みんな気をつけてくれよ。まあもう HP 3分の1以下に減らしてるしな。あとは普通にやるだけなんじゃないかな。回復される前にやっちゃおうぜ。影縫い、あ、終わった。いや、エリちゃん強いな。火力結構ある。メインストーリーには一切関わらんのに。頭、何やってんだよ。あんた、俺の知ってる沢城城は何でも考えなしに人の言うこと聞く男じゃなかったぜ。たとえ若の命令でもな。どんな理由があっても荒川のおやっさんを、おやっさんを殺すなってこと。俺には若の命令が絶対なんだ。あの人を守るのが俺の生きる道だ。俺にはおやっさんを守ることが生きる道だったんだ。そうだよな、よく知ってるよ。頭、荒川の親父を殺したのは俺じゃねえ。違うんだ。でも俺のことが目覚めて若に命令されたんじゃ。命令はされたさ。やっぱり若の命令に逆らってのは後にも先にもあれっきりだ。俺に荒川真澄は殺せねえ。もうとっくに人手なしの俺にもただ一つその命令だけは飲めなかった。飲めるわけがねえ。ち
じゃあ誰だ。やっぱり沢城の頭も親さんのこと。違う、極道が土星の親を殺せねえって言いてんだろ。違うんだ。え、その理由を俺は分かりさえ、いや誰にも話したことがねえ。どういうことですか。俺が荒川真澄を初めて見たのは杯を受けるよりもう少し前のことだった。15の頃だ。俺はどこにも居場所がねえ、どこにでもいるガキだった。あの頃の俺はカムロ町でひたすら喧嘩に明け暮れてた。金もねえ、未来もねえ。なんか春日と同じ生い立ちなんじゃない。ある中の親父に殴られる毎日だった。そういう状況で支えになるのは結局行き場のない人間たちだけだった。彼女のことはもう名前も思い出せねえ。とにかくその女と二人で先行きの見えないままごと暮らしを始めた。そして彼女が俺のガキをはらんだと告白した時にはもう下ろすこともできねえ時期になっていた。どうすんだよおい、俺らに育てられるわけねえのに。いつか間違って流産でもすりゃいいと、俺たちはそうやって日増しにでかくなる腹を見て見ぬふりして病院にも行かなかった。でもガキは生まれちまった。あの娘が出産したのはデパートのトイレだった。俺が道路工事のバイトをしてる最中にたった一人で産んだらしい。どうしよう。全部なかったことにする。都合の悪いことは見えないところに追いやってしまえばいい。それまでもずっとそうやって生きてきた。あの頃の俺らには違う生き方を教えてくれる大人はそばにいなかった。だから。ロッカー、え、若も同じなんじゃなかったっけ。若もロッカーに閉じ込められてて親父さんに助けられたんだけど、これはどういうこと。地獄に落ちちゃうね私たち。絶対に。今さらなんだよ、俺はもう全部忘れた。いやー、寒い、早く帰ろうぜ。やっぱり私戻る。ふざけんな、もういいだろ、忘れろよ。やだよ、戻らなきゃ。あ、おい、よせって。離して。くそ。うわ、すげえ人。あれ、どういうこと、話が分かんない。あのロッカー、あの人なんであそこを開けようとしてるの。赤ん坊がいるって気づいた。でもなんで。よかったんじゃねえか。え、いいんだよ、あとはあいつが面倒見てくれるって。なんだか知んねえけど助かったんだよな。これでよかったんだよ。え、待って、じゃあ若って沢城の子供。
ってことになるよね、これ。おい、おい、大丈夫か？しっかりしろ。どけ！じゃあ、おやさま、あんたの赤ん坊ってことは、その赤ん坊は荒川雅人、若だ。若は、あんたの息子。そうだったんだ。お前も親父に聞かされたんだろう。大晦日の夜、親父は女と子供を氷川興産に狙われて、赤ん坊の受け渡しをロッカーでやることになっていたことを。ね、うん。でもその時、まさかもう一人別の赤ん坊がコインロッカーにいるとは思う。たまたま思うはずねえよな。二人いたってこと。だから聞こえてきた赤ん坊の泣き声を頼りに、親父は間違ったロッカーをこじ開けちまったってわけだ。あの夜から5年、俺の子を産んだ女はもうそばにはいなかったでしょうな。荒川真澄は、親父は神室町で生きていた。車椅子の息子と一緒に。あの男は確か。ん？あの子供は。その日から俺はその男のことを調べた。若くして自分の組を立ち上げた荒川真澄のことは、町で聞けば知る人間も多かった。だからいろんな話が聞けた。車椅子の子はずっと歩けない体だということ、それが生まれた夜に重い低体温症にかかったせいだということも。よせ、マサト。なんで？なんで僕の足だけ歩けないの？みんなは歩けるのに、僕だけなんで？その言葉は、それから何日もずっと耳の中にこびりついて離れなかった。かっけえな、若い頃の沢城。子供のことがなくても、俺はいずれヤクザにでもなるしかなかったような人間だ。ずっと半端な人生だったからな。そして考えた。本当に構わねえったな。一度交わした杯は二度と戻せねえぞ。はい。もし杯をくれる人間を選べるなら、荒川真澄を置いて他にはないと思った。それなら飲み干せ。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったしな。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだった。それがおやっさんから杯をもらった理由か。違いますよね。あんた、若のそばにいるためにおやっさんと杯を交わしたんだ。そうでしょう。そのこと若は知ってるんですか。さっきも言った。他人にこの話をしたのはこれが初めてだ。墓まで持っていくことになるもんだとずっと思ってたからな。じゃあなんで俺らには。俺からも聞きたいことがあるからだ。聞きたいこと？何ですか？さっきのコインロッカーの話にはまだ肝心なとこが抜けてると思わないか？肝心なとこ？親父に連れ出されたのが俺の子だったなら、親父の本当の子はどこに行った？そういや、
親父の女は名前を茜さんと言った。そして親父と知り合う前は桃源郷ってソープで働いてたらしい。おっと、桃源郷って、そこは俺の生まれだ。ああ、今から言う話はあくまで俺の想像だがな。想像。あの大晦日の夜、茜さんは腹ん中の子供ごと命を狙われてると、そう電話で知らされた。慌てて産婦人科を出た彼女は逃げる途中で産気づき、どこか埋める場所が必要だった。追われる身で少しでも安心して埋める場所、それは昔自分が勤めていたソープ桃源郷だったのかもしれない。すると、そういえばその日、その場所で生まれたって男がいたな。春日しかいねえよ。まさか、それじゃまるで俺が。まさか。親父がコインロッカーから若を連れて行った後、俺はもう一人の赤ん坊を見ている。え？はあ。どけ！騒ぎが収まった後も俺と彼女はずっと動き出せずにいた。入れ替わり。死ぬはずだった子供が救われて、あとはもう知らん顔してりゃいい。少し安心した気持ちにもなってた。でもなぜあのヤクザはあんなに必死になって赤ん坊を助けたのか。泣き声で気づいたにしても誰かに声をかけることもしねえで助けたのはなぜか。安堵と疑問が複雑に絡まって頭が破裂しそうだった。でもその理由はしばらくして分かった。店長、ロッカーってこれですよね。鍵のかかってないロッカーだ。片っ端から開けてみるぞ。わかりました。あの人たち何してるの。わかんねえ。まさかこれか。いいね。隣。あ、言いました。店長、いました。ここです。いたのか。え、じゃあこの子が春日か。そっか、いたか。ってことはうまくいかなかったんだな、受け渡しは。あ、嘘、赤ちゃんがもう一人。いや、こんなことある。どうすんです。やばいでしょ。警察に届けたりとか。いや、少しの間預かっとく。茜ちゃんが迎えに来るまでな。あの子大丈夫なんすかね。じゃあ荒川真澄が春日の本当の父親なんだ。そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまった。いや、絶対ありえねえわ。絶対そんなことないわ。いや、取り違いはあるかもしんないけど、100歩譲ってそれはいいかもしんないけど、そういう状況ありえねえからな。赤ん坊の取り違い。はあ、これなんか切ないな、これ。ロッカーにお前を託した茜さんはその後氷川興産に捕まるまで逃げ続けていた。その間受け渡しが失敗した時の場合に備えて赤ん坊がロッカーにいることを信頼できる誰かに伝えた可能性は高い。残された赤ん坊を取りに来た二人組が誰だったのか俺は知らん。しかしそれがお前の育ての親、ソープの店長春日二郎だったとしたら、お前は荒川真澄の息子だ。
バカ言え。そんなわけが。親父との DNA 鑑定をやることができれば全部はっきりする。だがそれまではあくまで想像の話でしかない。俺の話が必要のない戯言だと思うなら忘れてくれ。待ちなよ。青龍会の会長を殺しといてこのまま逃げられるとでも？なら好きにしろ。どうせ俺にはもう先がねえ。うん？青木亮に荒川の親父を殺せと言われて俺はそれを断った。その時点で若は俺を切り捨てるつもりでいたんだ。だから俺に星野会長を殺せっていう無茶な命令をしたのももはや俺は三下の鉄砲玉みてえな使い方くらいでいいと思ったからだろう。なんだと？頭、大安さんを殺したのがあんたじゃねえんなら誰が親さんを？確証はねえが頭補佐の石尾だかもな。やつが今若のお気に入りだ。荒川の親父が死んで以来のな。石尾だ。あの野郎が親さんを。沢城、おめえはこのまま行かせるわけにはいかねえ。本当ならこの手でぶっ殺してやりてえとこだが、まっとうに罪を償え。まっとうにか。今まで俺の人生にそんなことは考えたことなかったよ。いや、青木亮ってでも実際に自分の息子だもんね。息子にめちゃくちゃ命令されて結局切り捨てられるってどういう気持ちなんだろう。그거믿을만한정보맞아？그렇군。혹시또뭐나오면연락해。また何？どうした？星野会長が狙われているとそう教えてくれた匿名の垂れ込みですが、ネタ元はどうも沢城本人だったようです。何？なんで沢城が自分からバラしたんだ？自分から。つまり沢城は星野会長を殺したくはなかったんでしょう。え、彼は春日さんに自分を止めて欲しかったのではないでしょうか。ただ遅かったのか。じゃあシンプルに遅かったのか。あなたに直接それを伝えればはっきり青木亮を裏切ることになる。ですから匿名で情報を流し星野会長が殺される前にあなたが間に合うかどうかを天運に任せた。でも私たちは間に合わなかった。いつも無茶なことばかり言いやがるんだ。あんたは頭。Yeah.